遺跡森留明治23年2月12日は、幕末の宇和島藩士、明治期の官僚、実業家。署名は峰尾、字は小厚氏。通称はサイエモ門。書によってはなお、森領とするものもある。藩主、伊達宗成に仕え、安政6年に山奉行、文久3年に大滅契約軍師権事社奉行を務め、後に藩名によって、京都や長崎で、 政治工作にあたる。一審後は胸なりに従って、新政府に出資して、外国事務局や外務省に勤務、明治2年4月17日に神奈川県知事に任じられる。神奈川県知事時代に伊勢山港大神宮総研や横浜毎日新聞の総監などの事業に関わった。明治四年に宇和島県参事に任じられるが、赴任することなく同年のうちに、 名古屋県令に展示、愛知県に解消後もそのまま県令に止まった。明治6年に島根県ゴンに任せられ、翌年に県令に展示るが、明治9年に退官して実業界に展示、後部鉄道発起人として、東京八王子間の鉄道敷設に尽力、また、第20国立銀行取締役、東京株式取引所肝入り頭取などを歴任した。 人物写真の収集でも知られ、遺跡が所有していた、勝海州、近藤勇、木戸孝義、高杉晋作、岩倉智美、伊藤博文らの肖像など、幕末から明治中期にかけての古写真230よが、東京都港区立港郷土資料館に収蔵されている。墓は、東京の谷中霊園にある。ありがとうございます。